新潟県道222号西中糸井川線は、新潟県の糸井川市内を通る一般県道である。糸井川市中心部を東西に横断する。起点のある糸井川市西中は、糸井川市中央部の一級河川姫川左岸に面した今井地区の集落の一つである。同市東山から上刈りにかけて、姫川にかけられている今井橋を渡る。 横町南交差点から押上交差点までの区間は、沿道は商店街となっている。特にアーケードに類似している眼銀が横町南交差点から大町交差点にかけて見られる。全区間、アスファルトで舗装されている。このうち、国道148号との重複区間及び、新道部を除く区間においては高級舗装が施されている。また、重複区間を含む、 全区間は、規格改良済みである。このうち、重複区間及び新道部を除く区間の約、約98.9%は、福音5.5メートル以上である。歩道は1.5219キロメートル整備されている。新道部。糸井川市や津谷で、同市大和川方面を望む10月撮影糸井川市、南を仕上げ同市大和川には、都市計画道路、 中央大通り線の一部として、振動が整備されている。2010年3月25日に、全区間開通した。同区間は、JR 北陸本線の南側を、並行しており、同市大和川においては、国道8号糸井川東バイパスと連絡している。また、同市南押上げから西へは、市道として、糸井川市役所や、周辺の分教施設、住宅地と連絡し、 国道148号と2014年12月14日に直結した。また、糸井川市西中火内で整備を進めていた西中バイパスが2020年3月20日に開通した。ありがとうございます。